Nanda, anta mo kaeri na no. Towa senpai, Serine mo. Futari ga tsuredatte ru no mo, nanda ka mezurashii koukei desu ne. Yowarete mireba sou kamo ne. Ma, tama ni wa ne. Shaberu atashi ga taizai suru no mo follow shite kureta mitai da shi. そうだったんですか。すみません、お手数をかけて。大したことはしてないよ。文校と町の人くらいだし。ただセリーヌちゃん、外から来たお客さんとかには一応内緒にしておいてね。はいはい、分かってるって。エマと長年一緒にいるんだから、そのくらいの要領は。ああ、猫が言葉を。にゃー、これは。そのすみません兄様、トワさんにセリーヌさんも。あ、エリゼで、そこにいるの。ごめんごめん、驚かせちゃったみたいだね。ジョルジュ君、久しぶりだね。とはリン君に、セリーヌ君も。妹さんとは偶然帝都からの列車で会ってね。
結構片付いていますね。建物そのものは古いのに綺麗に管理されているみたいですし。そうでしょうね。見えない部分は少々行き届いていないみたいですし。分かっています。明日私にお掃除させてください。夕方までに帰れば大丈夫ですから。どうせ兄様のことですから、休日もお忙しくされているのでしょう。分校のこと、生徒さん方のこと、邪魔するのは本意ではありませんから。私は勝手にお手伝いや見学をしていますから、どうか有意義に過ごされてください。こちらが父様とユンロー氏の手紙です。多分兄様の事情をおもんばかっていらっしゃるんでしょう。この手紙も郵便ではなく運送会社が届けてくれましたから。その兄様、父様と何か終わりになったのですか。年末兄様が帰省された時、父様と兄様がお互いに遠慮し合っているように見えたものですから。詳しいことは存じません。ですがあの内戦の終わりに何かがあったのでは。それが兄様と父様の間にわだかまりのようなものを。久しぶりだな、我が息子よ。お前には英雄としてしばらく役に立ってもらうぞ。できまして、あ、パジャマの予備もちゃんと確保できました。はあ、だから察知されると何度もと言いながらアルティナさんも興味津々でしたよね。砂糖菓子よりもなお甘いシュバルツァー兄弟の濃密な。ミューズ、ああ、それです。はあ、エリゼ先輩のそれがないとなんだか物足りなくって。ああ、小娘が揃ってほんとかしましったら。廊下もうるさそうだし、私はここで寝かせて。ニャ
何すんのよ。せっかくだからセリーヌさんも来てよ。いろいろ聞きたいこともあるし。確かに学生時代の教官のセキララの情報を知ってそうですね。セキララ、エリゼ先輩も含めて今夜は盛り上がりそうですね。それでは兄様、おやすみなさいませ。
ある子供を引き取ってほしい。そして私との一切の関係を忘れ、その子にも告げないでもらいたい。すまないテオ、だがもう君だけが頼りなのだ。今回の依頼となります。Thank you.
We'll be right back.
もうあんまり甘やかさないでちょうだい。でも今だけこうさせて。それでも私は大丈夫、また頑張っていけると思うから。